皆さんこんにちは。市内一斉清掃を実施します。7月3日日曜日午前8時から9時に市内一斉清掃を実施します。雨天中止となります。その場合は当日午前6時半から8時の間に伊丹市ホームページや fm 伊丹79.4メガヘルツでお知らせします。会場は？ 稲川天王寺川天神川、新幹線、速道などです。お問い合わせ先は伊丹市生活環境課072-781-5371までお願いします。それでは今回の伊丹だよりスタートです。 将来を担う若い世代の声をこれまで以上に政治に取り入れるため選挙権年齢が18歳以上になりました7月10日投開票の参議院議員選挙が適用後初めての選挙となります今回は選挙管理委員会から 選挙管理委員会委員長坂上さんそして選挙管理委員会事務局の木村次長をお迎えし詳しく伺ってまいりたいと思いますお二方よろしくお願いいたしますいはということで早速なんですが18歳選挙権の導入によって選挙権を得る18 19歳というのは全国でおよそ240万人ということなんですがこの伊丹市でも新たに有権者となる方はどのくらいおられるんでしょうか。はい、えー。正式にはあの選挙が公示されましたあの選挙時登録というところで有権者の、えー、登録を行うんですけれども今のところ、えー、概算で4000名強という形でおられるというふうに<ー>把握しております。なるほど。はい はいその選挙権の年齢が引き下げられた背景っていうのにはどういったことがあるんでしょうかね。はい、えー、選挙の所轄であります総務省の方で指針として挙げられておりますのは2つありましてその一つとして現在の,その少子高齢化または人口減少社会の中で若い人たちがやはりその日本の未来を 担う10代の人たちが特に政治にまたそして選挙に関心を持っていただいて若いうちからその主体的に政治に関わっていただくようなそういう意識改革をしたいというふうなあれが方針があります。それともう一つはやはりあの若者の投票率が目に見えて低いということであの参議院で言いますと全国的に統計が出ているのが60代。 まして70代になりますとほぼ60%から70歳超ですと70%の投票率あるんですけども逆に20歳から24歳ということになりますと、はい、それが30%台に下がってしまうという,<ら>もう極端なその差が出てきておりますのでその,その投票率を少しでも、えー、上げてといいますのはやはりその若い人があの投票していただかないとあの政策 にですねやっぱり若い人に向けたやっぱ政策がなかなか打てないまた時間がかかってしまうというそういうことがありますのでぜひともその若い人に参加していただいて、うんえー、政策を変えていこうというようなそういう意味もあるということでその以上の2つが大きな指針で動いております。やははりお若者は 意識的にやっぱり意識の問題なんでしょうかね投票率が低いというのはね,ね、はい、今やはり一番、うん、え関心がないっていう統計がやはり一番若い人に多い、まあ、それがちょっとはい結果が出ておりますねじゃあ続きましてちょっと木村次長に伺いたいと思いますがこの啓発活動というのは実際どのようにされてきたんでしょうか教えていただけますか、はい、あの昨年年の夏からあ今年にから今にけまして、うん えー、まあ県の選挙管理委員会と連携をいたしまして、えー、市内にあります県立一立の高校おやあの特別支援学校さんですね、はいえー、で出前授業、えー、やまあ模擬投票の方で、ねえー、実施させていただいております、はいえー、市の選挙管理委員会がまあ行いました内容といたしましてはあ、まあ、アイドルグループの、はい、選挙。 おおとおまあ衆議院、はい、参議院の選挙などを比較するような形で、えー、はい、えー、選挙の仕組みなどを、うん、まああのお話しさせていただきました。あそうですはい。ええーうん、まあ選挙の議事体験、まあ投票の議事体験ですね。はい、えとしましては実際の投票箱などを、うん、用いまして、うん、ええー、18歳選挙に向けた 啓発の広告のデザインを。うん、まあ、選んでいただいたと。いうような形で、うん、この参議院選挙の。広告の。デザインとして、今回、まあ、使わせていただこうと。いうふうに思っております、うん。なるほどね。でもね、はい、そのようなことをしていただきながら、少しずつ関心もね。はい、持っていくようなふうにしていただいているんじゃないかなと思いますけれどもね。ねまあ、その中でも、先ほどからこちらの。 背景と言いますかもうすごく気になっておりますけれどもこの広瀬すずさんこの国民的アイドルでございますけれども、ね、こちらのポスターなど、はい、が貼られておりますけれどもやっぱりこの効果なんかもねはね、い、すごいあるんじゃないかなと思いますけれども非常に人気が高いですね,ねもう特に若者に、ね、人気があるのでよりこういうことを使ってでも、ね、関心を持っていくというのも一つの。 ね、そうですね。今あの、うん、市役所ですとか、あの市の施設、うん、あとまあ,あご協力いただきましたお店の方ののでまあポスターの方は貼らせていただいております。はい、すね、若干あの今回ちょっと気になりますけどね、私ここにずっとこのポスターがねあるのも <laughs> ということなんですけれどもね、<laughs> 若者には関心を持っていただくということなんですけれども、その他にも、えっと、高校生向けの副教材ということで、はい、今日。 そうですね。っていただいてるんですけれども。まあこちらがあのその教材になるんですけれども、はい。まあ市内のお学校の方にすでにまあ配布の方をさせていただいております。私たちが開く日本の未来ということですか。そうですね。まあ中身はこんな感じのもの。でもとても写真とかイラストでわかりやすいのかなという感じもしますけれども。そうですね。あのまあ高校生の皆さんにね、あの文字だけではなかなかね理解してもらえないというところもございますんで、いろいろとまイラストとか。 はいえー、お写真なんかを入れながらというような,な教材になってます。あのこちらはあの 冊子ですけれども総務省のホームページでも同じものが見れるということなんですけれどもそう,そうですねはい、はいうん、じゃあい皆さんもね別に年齢問わず、はい、高校生でなくてもこちらを見ていただくのもいいかなと思います、はい、ありがとうございますえー、そしてですね18歳の選挙権の導入後初めてとなる参議院議員選挙の概要の方をですね坂上さんお願いいたしますはい、はい 正式には第24回参議院議員通常選挙と申しまして通常、参議院議員選挙、参議院選挙と言っておりますが、はいはい、今回、6月22日公示、はい、7月10日日曜日投票されまして即日開票ということで翌日未明には結果が判明するのではないかと思っております。なるほど またあの期日前投票ということであの従前から痛みでは2カ所用意しておりまして、はい、1カ所の方が、えー、市役所の7階703会議室の方で、はいえー、公示日翌日の6月23日、うんえー、木曜日から投票日前日の7月9日土曜日までということで、はい、17日間毎日午前8時半から午後8時まで。 と、うん、ということで行っております、えー、もう1か所はちょっとあの期間が違うんですけども伊丹、はいえー、商工プラザ2階の研修室で用意しておりましてこちらの方は7月3日の日曜日から、うんえー、投票前日の7月9日土曜日までということで1週間、えー、期日前投票所を開設しております。はい はい、といとうことなんですけれどもあの、ここでお断りなんですけれどもこの放送なんですが、えー、6月20日月曜日から26日日曜日の繰り返しの放送となっております。なので、えー、工事… 後ですね。だから公示が二十二日なので、それ以後にまあご覧になられた場合はですね、えー、ご了承いただきたいなと思います。ということですね。はい、七月十日投開票ということです。えー、そしてこの初めての方が多くおられるということで、この一番大切なところですね。投票の方法というのを教えていただけますでしょうか。はい。六、はい、月二十二日の公示日以降ですね。うん、えこちらでえ見ていただいたら。 はい、よろしくと思いますけど、はい、選挙通知書というものをはい、あのご自宅の方に郵便で送らせていただきますので、はい、届きましたらま中身をご確認いただいてですね。はい、これをお持ちいただくという形になります。でえ、期日前投票される方については、この通知書の裏面にですねえ。宣誓書というのを記入する欄がございますので、それをあらかじめご記入いただいてはい。あのお持ちいただけたらと。 思いますなるほど、じゃあ、この通知書を持参して、近くの投票所へということですねはい、はいえー、そのでも、この通知書って、でも、持っていかなくても投票ってできますよねはい、はい、あの、うん、万が一なくされたりとかいうケースもあるかと思いますけれども、うん、はいなくても投票できます大丈夫ですか、はい、かその場合はあの行かれて、<laughs> えその場であの係員に、えー、おっしゃっていただいた結構ですので。なるほどはい そしてまあ初めての方は気になるところですけどこの投票にかかる時間もですね、はい、皆さんはどう思っていらっしゃるのかと思いますけどそんなにね長いものでもないですよね、はい、そうですねもう5分ぐらいで,で、ねはい、終わっちゃいますちょっとコンビニに行ってちょっとよう座っているぐらいの感じで大丈夫でしょうかはい、はい、大丈夫です、ね、なのでぜひ行っていただきたいと思いますここで期日前投票もう一度私の方から詳しく、えー、説明させていただきたいと思います期日前投票は市内2箇所で開設します 一か所目は市役所7階703会議室で公示日翌日の6月23日木曜日から投票日前日の7月9日土曜日の毎日午前8時30分から午後8時までそしてもう一つは、ですね宮の前にあります伊丹商工プラザ2階研修室。 こちらは7月3日日曜日から投票日前日の7月9日土曜日の毎日午前9時から午後8時まで投票できるということです、えー、選挙通知書の裏面にあります選制書をあらかじめ記入していただいてお持ちいただきますとよりスムーズに投票できるということなのでよろしくお願いします、えー、投票日当日に投票に行けない方はぜひ期日前投票を利用していただきね皆さん大切な一票に ご協力というか投じていただきたいなということですよね、はい、よろしいですか、はいはい、よろしくお願いします <laughs> もう熱い思いが伝わってまいりましたけれどもね。改めましてこの参議院議員の通常選挙となります投票日は7月10日日曜日投票時間ですが午前7時から 午後八時となっております。そして期日前投票もありますので。え皆様利用していただきたいと思います。大切な一票、ぜひ投じていただきたいと思います。お問い合わせなんですが、伊丹市選挙管理委員会。零七二七八四の八零九五までお問い合わせいただけたらと思います。ということで、坂上さん、そして木村さん、あ、ありがとうございました。あり,したありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。